おマグタンさんだ、嬉しい。元気だよ、めっちゃ元気よ。うん、元気100倍。ソラノンマンです。何をしようってわけでもないけど、なんか今やろうってなった。そう、なんか夕方に最近できてないなって思って。旅費よりお土産代高くなって、あーめっちゃ買ったっちゃう、まあ、あるあるだよね。今ちょうど仕事帰り、おおちょうどよかったかな。そっか、お仕事ね、お疲れ様です皆さん。うん、今日めっちゃ暑かった。めっちゃ暑い、最近暑すぎん？みんな大丈夫？みんなちゃんと生きてますか？めっちゃ最近暑いよね。今日本当にもうね、夏バテしそうだった。なんか最近ね、夏バテっていう言葉が自分の中でなんていうの、流行り、流行語なの。夏バテしてなくても夏バテしたって言ってしまう。ちょっと暑いともう夏バテって言ってしまう。そう、違うでしょ。次旅行行くとしたら開催された時の KKB さん、おお、あるといいな。あれ10月ですよね、鮮明に覚えてます。うん、10月ですね、あれは。うん、10月の20日くらいだったかな。かな、くらいじゃなかった。宮崎の夏と東京の夏、ね、本当に違う。そう、宮崎の暑さもめっちゃ、宮崎の暑さはね、東京の暑さより暑いもん。宮崎は暑いけど過ごしやすい。いえ、東京は？東京はどういう暑さ？うん、東京ってさ、焼けますか？やっぱ焼けますか？宮崎めちゃんこ焼けるんだけど、もうねめっちゃ焼けた。この間久しぶりのお友達に会ったらさ、空の焼けたねって言われた。なんかいつもは私が焼けたとか言ったら、空の全然焼けてないやん、ないじゃんとか言われるとよ。けどさすがにその子、なんか、ね、焼けたくないって言ったら、もう焼けちゃるねって言われた。から焼けてるんですよ私も、だいぶね。うん、街中で溶けてたら抹茶アイスでも出して助けてね。抹茶アイス好きやとね、暑すぎて溶けそうよね。もうめっちゃ暑いから本当に、もうね外に立ってるだけでもうね汗だらだら、ダクダク。ポニーテールにすると焼けないと言います。ポニーテールにしたらマジで焼けるから。うん、ポニーテールにしたら首焼ける。うん、あのね、髪の毛下ろしてるのが一番焼けないと思うよ多分ね。うん、焼けたんだよねめっちゃ、いろんなところが。もう顔も手も焼けてるから、なぜかさおでこが一番焼けるんですよね。やっぱマスクかな、マスクのおかげか。もうこっから上とこっから下の色が違いすぎて、うん、日曜日にバイクで1時間くらい走ったら腕ヒリヒリするくらい痛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 い。いやもう絶対ダメだよ、バイクはね半袖で乗っちゃダメだね。もうバイク乗るときは長袖、もうなんかヒートテックまではいかないけど、なんかうんね絶対痛いと思う。うん、私はできないわそれは。
もう焦げなんですよ、私めっちゃ焦げなん、焦げなん、焦げなんです。本当にね、でも多分皆さんに言ってもね、なんかね、いや、まや、あんま焼けちょらんよってなるかもしれんけどね、いや、焼けたんですよ。おでこが本当に焼けてる、ちょっと分かんないかな、ここ、こっから下とこっからの上、ちょっと違うじゃん。画面でも伝わんない？これは。焦げ茶？いや、ま、焦げ茶とかそこまではいかんけど、いつもの自分に比べて焼けてるんです。ネズミ春野さん。ネズミ春野さん。こんにちは、宮崎県代表のゆみそらのです。ぜひぜひ、ツイッターもショールームもフォローしてください。暑いって1日100回言った気がする。暑い、本当に暑い。おでこあげません、今日はあげません、うまく降りてるので。もうね、暑いから本当に今外にいる方は気をつけてください。もう夕方、夕方だからあんま引いてってないかもしんないけど、本当に水飲んでって感じ。もう本当に暑いよ。どうしたの最近。今日さ、何日だっけ、20日か。あ、もう真夏なんだね。8月ってもっと暑いかな、やっぱり。レミたん焦げてたよ。焦げちゃった？レミたん、さすが。体育の授業頑張ってるんじゃない？でも、確かに、体育とかあるとめっちゃ焼けるよね。久しぶりにアイス食べた。おー、アイス？いいね。私も今日アイス食べた。今日は、チョコミントのアイス食べた。暑すぎた。それじゃあバイクの免許取って乗ろうよ。バイク？バイクっていっぱい種類あるけど、どれ？似合う気がする。バイクが似合うってこと？それともバイクのヘルメットが似合うってこと？バイク自体が似合う？そういうイメージ？本当に？でも嬉しい、なんか初めて言われた。うみさんは宮崎、そう、宮崎県出身です。そうです。お、都城。お、嬉しい、ありがとう。サーティワンのピカチュウの新作、あ、さ、新作出たんですか？食べたい、いいの？ピカチュウのなんか前食べたことある、ちょっと前。霧島とか日南とかツーリングスポットいっぱい。確かに、確かに、確かに。確かにね。チョコぎっしり満足チョコミントが一番。あ、それさ、あれ？ファミリーマートとかに売ってるやつ？のカップのやつかな？どうなんだろう？バイクが似合う。なるほど。初めて言われた。大型ってさ、難しいっちゃないと。免許いるよね、だって。免許取るんでしょ？そりゃそっか。めっちゃ難しそう。大型乗ってんの？マグタンさんは。牛乳屋さんに頼んでいたヨーグルッペが届いたので、飲みながら見てる。お、嬉しい。私今日ヨーグルッペ飲むか迷った、配信で。そうだよね、いるよね、免許。免許いるよね、そりゃね。いや、違う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 。大型のやつは大型の免許がいるよね。難しくない？難しい？チョコミント苦手、なんで？
車の運転より楽。ああ、自転車みたいな感覚？自転車？自転車って言ったらちょっとやばいのかな。自転車みたいな感覚じゃない？でも勝手な想像。うん。ヨーグルトかけるリンゴアイス。美味しそう。美味しそうだね。分かった。そっちじゃないわ。めっちゃ簡単。自転車乗れたら大丈夫。あ、本当に乗れる。じゃあ、私乗れる。自転車得意。自転車得意だから乗れるかな。なんか大型乗ってる人にバカにされそう。うん。あ、違う、逆だ。私がそうなんかね。いや、私自転車乗ってるから、乗れるから、乗れるかな。どうですか。ダメ、甘すぎる考えが。自転車得意。キーサラーさん、ミントの蒸しパンがあった。チョコミントの蒸しパン。蒸しパンはちょっとあれだな。アイスがいい。うん。溶けないでね。確かに確かに。なんかカーブとかさ、バンじゃない、私、うん、バンいっちゃいそう。だってバイクでしょ、自転車じゃないんだもんね。おっきいし、エンジンかかってるし。試験に倒れたバイク、試験に倒れたバイク起こせないといけないよ。どういうこと。試験に倒れたバイク起こせないといけないよ。ん？目指せバイク自身。いや、怖い。あの、こけるのが怖いもん。バイク乗りは女の子めちゃくちゃ優しく。バイク乗りは女の子にめちゃくちゃ優しい。優しいっちゃ。そんなんだ。もうツーリングしてる人たちってこと？何か一つアピールポイントを作っておくといいな。確かに。でもさ、バイクってさ、怖くない？うん。なんかバイクの免許取ってみたいけど、でも、確かにね、エイトにまだいないしね、バイク女子。でもさ、心配されそう、みんなに。みんな優しいから。うん。怖くない？自分でも怖いよ。だって自転車と全然違うし、なんかさ、バイクの事故って多いじゃん。しかもさ、バイクの事故ってさ、結構さ、大きくないですか？なんか、なんか車とぶつかって入院とか、なんかいっぱいあるじゃん。あくびしてしまった。うん。だから怖い。いや、そうだよね。何回か事故りましたっていう方がいるもんね、もう。バイク止められたらマグさんに勧められたと言いましょう。確かに間違いない。うん。もぎさんバイク乗るんですか？車の横めっちゃ早く抜けるし、こけるしかな。確かに巻き込まれそう。自転車より安全。でもさ、なんかさ、信号渡るときとかさ、なんか、怪我しそう。車と一緒じゃん。449日ありがとう。明日450ってことか。ありがとう。確かに、でもバイクに乗ってるとね、自転車よりははるかに速いしね。行動範囲もまあ広がるよね。そこはいいね。でもさ、確かにバイクに女の子乗ってたらかっこよくないですか？確かに確かに。それは思う。それはめっちゃ思う。でもな、自分が乗るってなったら怖いんだよね。確かに。でも女性が乗ってたらかっこいいなって思うよ。
449日、ありがとう。そう、誕生日か、もう5日？早いね。二十歳の5日目です。サーノンがバイクに乗ってたらギャップ萌え。本当に？ギャップ萌えですか？ギャップ萌え？する？本当に？面白すぎる。バイクの運転爽快感、ああ最高だねそれ。水泳、サッカー、野球、あが明日から始まるんだ。ああなるほど。早いね、オリンピックだってよみんな。水泳、サッカー、野球、すごいね。あ今日はね、これ何の T シャツだっけ、九州。これ何のやつだっけね、九州。あ、エイトの日？去年の？かな？九州来てます。ハンドル握ったら性格変わって飛ばしそう。あ よく言うよね、なんかハンドル握ると性格変わるみたいな。懐かしいね、そんな日もあったね。これもう1年前だよ、これ、この T シャツ。おマッチュさん嬉しい、楽しみにしてる。マッチュルね、エイトの日。マンゴーちゃんだよ。バイクより車にしとき。 ラジャマル、確かに。でもな、バイク乗れたらかっこいいね。でもさ、私がバイクに乗ってる姿想像できますか？ブン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 。あ、でも、なんだ、熊本ツアーの時のさ、ライダースとかさ、着てる姿っぽいよね。最近バイクの免許一緒取らないって誘われたけど断った。ええー、なんで取らんやったと？やっぱ怪我？が怖いから。ライダースにやす、おお嬉しい。ライダースね、好きよ。ライダースかっこいいよね。なんか熊本ツアーで衣装で初めて着たの、ライダースを。すごいテンション上がった。試着の時にライダースがあって、そう見るとテンション上がるねって、そう話してた。サラーの性格、絶対性格変わるタイプ。なんでバイクのハンドル握ったらって。 勝手なイメージ。 バイクの免許持ってます。おお、淳さん、すごい。もちろん大型、すごいね。よく乗る？今日も乗った？お仕事？ライダースにやってたら嬉しい。待って待って。マンゴーちゃん、自転車に乗れる？私、自転車大好きなんですよ。自転車乗れますよ。自転車、よく乗ってた。野球見てるとき性格変わる。 面白い。近寄るのオーラ出てる。怖いね。ダメだよ、みんなに優しくして。バイクの免許持ってるの、すごい。エクボくん意外。大型？何型があるんだっけね。原付、大型、小型はないね。普通か。普通のサイズか大きいかってことか。普通大型かな。
違った、それ違うわ。歩くよりはね、確かに。でも車の方が涼しいじゃん。バイクさ、まあ暑い日はさ、まあ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 、風で涼しいかもしんないけどさ、でもさ、やっぱなんか怪我しないように服着んといかんしさ、車に比べたら暑いよね。そこら辺どうですか？原付中型、大型、あ、中型もあるんだ。普通に普通じゃなくて、あ、普通が中型っていう名前ってこと？普通、原付普通、あ、全然中型、大型、なるほど。あ、小型が原付ね。周りの車の熱、確かに確かに、そう考えると暑いね。原付、小型、中型、大型、本当にこんな種類ある？本当にそんな種類あるの？わさびさん、生誕グッズの動画だって嬉しい、ありがとう。届いた？届いたかな。嬉しい、ありがとう。そもそも空気が熱いから涼しくない。ああ、まあ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 、それは言えてるかも。走った後ヘルメット脱いだ時最悪に熱い。ああ、まあ蒸すよね、頭はね。帽子脱ぐ時みたいにね。でもさ、それ考えると野球してる人ってさ、めっちゃ熱そうじゃない？剣道とかが一番暑いか。5月の熊本ツアーの時に宮崎から南阿蘇をバイクで走ってきたけど気持ちよすぎて。おお、確かに5月はね、涼しくてちょうどいいかもね。夏じゃないし、確かに楽しそうだった、オンラインはやぶさ嬉しい、2年連続嬉しい、ありがとう。みんな届いたかな動画。そう、2年連続の方がね、3名ぐらいいらっしゃったかな。嬉しかった、すごい強運の持ち主だ。サッカーの時ちょっとせっかくこれ、みんな得意なことに集中するとせっかく変わっちゃうのかな。剣道したら暑さに負け、剣道って、いや暑さに負けるやろ。ケンジさん、宮崎県代表のエミサロノです。ぜひぜひツイッターもショールームもフォローしてください。そう、ショールームのフォロワーさんがもうすぐでね、確か4000人いくかな。だよね、合ってますよね、確か。そうだから皆さんぜひ広めてください。じゃ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 ん。もうあと100人もない。お、嬉しい。皆さん4000人目指して頑張りましょう、まずは。あと70名ぐらいだったかな。ぜひ皆さんハートボタンをピンクにお願いします。あー、やっぱさ、スポーツって声出した方が勝つのかな。そういうのってあるのかな。バイクいいね、確かに。私バイクのイメージありますか、皆さん。みんなないって言いそう、ないって言いそう。乗り方はどうなんだろう。カーブとか難しそうじゃない。
めっちゃ強運の持ち主じゃん。嬉しい。うん。ぷわぷわぷわ。お、やっすん983さんありがとう。動画意外とバイクに乗ってるさらちゃん想像できる。おー、ほんとに、ほんとに。お、星投げ終わったんで真面目に仕事してくれと思います。わー、わざっぴさん頑張れ、ありがとう。また変なアンケート始まったぞ。去年ザクロスの話、ザクロスの話だったっけ。今ハマってるのはね、確かに今日、今回ハマってるやつ言ってないわ私。今回ハマってる話してないわ。あ、九州の T シャツ、そうですよ、ひねおさん。今ハマってるのはね、ちなみにね、今一番ハマってるものって何なんだろう、私。あ、こんにゃく畑とかハマってますかね。こんにゃく畑、ハマってるわ。あとね、私何ハマってるっけな、わかるよ、なんかあるんですよ、私ハマってるやつ。あー、冷凍ブルーベリーにハマってます。めちゃめちゃ毎日食べてます、冷凍ブルーベリー。こんにゃく畑、こんにゃく畑でクラッシュ取れた、にゃふにゃふ、クラッシュタイプのこんにゃくばったっけ。私はぶどうが一番好きです。ぶどう味食べてます。冷やして普通に食べるだけ。美味しいよね、ぶどう味。ぶどう味が一番好き。なんかこの間さ、この間スーパー行った時ね、スイカ味かなんかがあったの。めっちゃ珍しい味が期間限定で売っちゃって、買おうと思ったら、あ、桃味も好き。うん。でもそしたらね、次行ったらもうなかった。マミに言ったら買えばよかったのに、この間って言われて。うん、買えばよかった。いつもこうやって後悔するタイプなんです、私。その時に買わずに次行ったらなくて後悔するみたいな。もう皆さん、あのスーパーとかで欲しいものあったらその日に買うべしって感じですよ。うん、本当にね、欲しいものはね、次行ったらもうないから、大体。うん、私のスイカ味のこんにゃく畑はそうでした。みんな気をつけてね。そうなんですよ。で、桃味とね、ぶどうをね、よく小さい頃に食べてた。あのお弁当とかに入れてもらつけてもらってた。うん、あの凍らして食べる頃にはお昼だから、こうもう溶けてるけどみたいな、冷たい、ちょうどよく冷たいみたいなね。うん、こんにゃく畑、あのセリカさんからいただいた、あのパイナップル味美味しかった。差し入れでいただいたやつ。うん、なんかセリカさんがね、10袋なんかね、あの行くたんびに、レッスン場に行くたんびに持ってきてくださってる時があって、そう、美味しかった。欲しいの見つけた時に限って金欠あるある。あー、なるほどね。いや、なんかね、本当に諦めちゃうよね。諦めちゃうっていうか、あ、次でいいや、これ買うの
今日はいいかなみたいな、次買おうみたいな思って、次行ったらないよね大体。みんな最近なんかハマってるものありますか？なんか最近ハマってる？なんか今日薄く見えるね。アイシャドウか。アイシャドウが今日ちょっと薄いのかな。まつげあげたいな。もう次あげた。いける。高校野球、おお、今シーズンだもんね、今やっちゃうもんね。よくやってますね、テレビで。中継みたいな。高校野球ね、お兄ちゃんとパパ好きだからね、結構見るよ。夏になると。宮城はハランだらけ。宮城ってどこが有名だっけね。僕はプロ野球。プロ野球ね。いいね。みんな何にハマってる？今。なんか、なんでも、なんだっけ。食べ物でもいいし、何か好きなこと、最近何やってますか？ハマってること、何ハマってますか？私はね、レッドブルーベリーにハマってますよ、食べ物だと。仙台育英さん、よく聞くわ。仙台育英ね。スマホ集め、スマホ集めとは？スマホを次々に買うんですか？スマホをたくさん契約するの？大変じゃない？端末を増やすのかな？それとも通信はせずに電話とかしない携帯を集めるってこと？どういう携帯？昔ハマってた音楽に再びハマってる。あるよね、あるある。なんかさ、懐かしい曲にまたハマるとかあるよね。端末23代目、ちょっと待って、23代目？すっごい。5回線契約してる。すごいね。5回線ってことは、携帯会社も違うってこと？すごいね。それってさ、その23台中さ、電話とかメールができる携帯っていくつあるんですか？びっくりしたよ、23台は初めて。なんか、このショールームでも、6、7台までしか聞いたことない。何台だっけ？ 6 台だっけな？ぐらいまでしか聞いたことないな。宮崎はどこが強いの？結構たくさんありますよ。野辺学さんとか、清新ウルスラとか、日南学園とかいっぱいあるな。生誕動画当たって嬉しい、ありがとう、シナモン。見てください、ぜひ何回でも。何回でも見れるのよね。
今年海行っちょらんね、まだ。うん、行ってないね。夏にはまだだね。もう入りたいよ、海に。3台は i モバイル。おー、9台まで持ってる。そうやっちゃう、すごい。花火もしちょらん。うん、そう、ウルスラ精神、ウルスラさんにはね、そうなんですよ。戸郷選手が、戸郷選手の出身区。そうなんです、今頑張ってますからね。去年キャンプで戸郷選手目の前で見た。うん、花火したいな。でも打ち上げ花火も見たいし、いっぱいやりたいことあるね。1台990円、すごい、結構お安いんですね。うん、セリーグの勝利数ランキングに、すごい。うん、もうクリスマスが来ちゃった、私の中に。早い。22代目までドボンインストール、すごい嬉しい。すごい、じゃあめっちゃ当たるんじゃないですか、メンバーと。嬉しい、サラの配信みたいから帰ってきたって、ありがとう。やばい、クリスマスがもう私のなんか頭に入ってきた。トナカイの歌当たってた今、鼻歌で。早いね、クリスマス。この間終わったよね、この間、ほんのちょっと前に。ほんのちょっと前って言っても結構前かも。うん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 、あ、もう半年以上前なんだね。半年以上前なのか。あ、もう次のクリスマスの方が早いぐらいか。うーん、近いぐらいだね。全部でガチャやりまくってます、嬉しい。たくさん当てて。うん、そうですね、今年は二十歳に関する動画を撮りましたね。はい、二十歳もう節目なので、二十歳に関する動画を撮りました。たくさん再生してください。そう、あの当たった方しか見れない動画なのでね。うん、え、もうクリスマスすぐ来ちゃいそうじゃないって思っちゃった。今数えてみたらって、8、9、10、11、12、もうあと5ヶ月でクリスマスですよ。早くないですか。クリスマス、今年のクリスマスは何してるかな。配信してるかな。今年のクリスマスは何しようかな。まだハロウィンも来てないのにクリスマスのこと考えてたら大変だね。去年クリスマス私何したっけ。あ、配信したね。あのトナカイでしたっけ。いや違うな、トナカイさんがイブでサンタクロースになったのか。本番は、ん、クリスマスは、2年連続も当たってすごい嬉しくて、嬉しい、そうやって思ってくれるの大切にしてね。去年の動画ってまだあるのかな、もう見れないのかな。うん、嬉しい、ずっと見てたらいいんだけどね。
ずっと見れるのかな。見れますか。もうみんな届いたんですかね。あ、もう見れん。なるほど。ピエンだね、それは。あ、もうじゃあ一時的なものなんだ。ってことはどれぐらい見れるんですか。音声録画できる。ああ、なるほど。録画できるっちゃ。自分だけの宝物にしてください、ぜひ。ゆばわって、ゆばわ。そうだ、もうゆばわの時間だね。もう夜だね、気づいたら。早いよ、最近。みんなもうお家帰ってきた？さあ、どうしたら、なになに？ 5 月1日を最後。5月1日？6の8。もう3ヶ月前くらい？うん、メンバー遭遇率ゼロ。そう。めっちゃやってるのに、それはなんか悲しいね。なかなか会えんよね。私も全然会わないですよ。うん、私もっと会ってないかも。全然会えない。うん。お、レポート1個完成ってことは、あと4つ ?3 つ？やば、あくびしちゃった。うん、あと3つか。あと3つ。1つどれぐらいかかるの？結構時間かかる？うん。レポートは大変そうだわ。うん。およかった、段位取れるって。よかったよかった。待って、今日これ読んでないよね。マグタンさん、シャボン玉ありがとう。ドマさん、シャボン玉ありがとう。ハイビスカスと花冠ありがとう。シャボン玉もありがとう。アイスもありがとう。マグタンさん、シャボン玉ありがとう。スルポンさん、シャボン玉ありがとう。ヤス1983さん、アイスクリームと、これはなんだっけね、花冠じゃなくて、さっきも言ったけど、あの、うん、ブレス、違う違う違う、ネックレス、違う、なんていうの、お花、ありがとう。お花のなんていうんだっけね。千春さん、一輪の花ありがとう。ピー横ちゃんまーさん、シャボナはありがとう。カラスのカウコさん、お花、花束ありがとう。カズ兄さん、シャボナもありがとう。シノハートありがとう。だるまさんも、かわいもありがとう。うん、おいさんもたくさんみんな投げてくれてありがとうございます。うん、ポケモンかな、なんだっけ、どのポケモンが描けるっけ。え、くぼちゃん、なーに、なんかこの時間になると眠くなってくるね。うん、眠くなってきちゃった。うん、眠くなってきたわ。なんかさ、私何、あの、あくびするとね、涙出るんだ。5時56分ありがとう。私何時から始めましたっけ。今日も暑かったね。いや、今日暑いんですよ、すごく。うん、黄色似合うね、嬉しい。
なんかさ、黄色似合うって言ってくれる方がね、いらっしゃるんですよ。そう。10分間ありがとう。じゃあ10分までしようかな。10分まであと何分くらいある？そう、いとくの T シャツ。皆さん、セルフプロデュースの生写真ゲットしてくださいましたか？あやちゃんだー、嬉しい。久しぶり。ちょっと待って。これさ、携帯大丈夫？大丈夫そうか。ゲットしました、嬉しい。下見さん、上見でーす。嬉しい、ゲットしてくれた。無事に免許取れた。お、おめでとう。おめでとう。乗せて。 おめでとう、嬉しい。自分のことみたいに嬉しい。すごい。初心者だけど大丈夫。練習して。大丈夫大丈夫。初心者だけど大丈夫。全然大丈夫大丈夫。あやちゃんならいけるさ。すごい、おめでとう。逆に免許更新しなかったやつです。更新してくださいよ。運転できんくない？そしたら。すごい、あやちゃん。嬉しいね。いつ撮ったの？ただ路上には出てるけど、たくさん練習しなきゃ。そうね、路上には。そうね、そうだよね、出るよね、そりゃ。練習ででしょ、学校の。 免許持てません。なんで？一回落ちて今日受かったんだ。今日何日？20日かな？ 20 日か。一回3つ受けたと？そこ、じゃあ勉強したのか。すごいすごい、おめでとうございます。多分車乗ることない。東京は駐車場高。あー、なるほどね。東京はね、大変だよね。免許取らない。おお、それは都会に住んでるからってこと？別にいらないみたいな。使うことないしみたいな感じ。16日に受けた。おお、誕生日の次の日だ、私の。おめでとう。すごい、そうだよね。予定とかもあるもんね。今日受けたんだ。免許いる？田舎免許ないと生活ができ。確かにね。まあ車社会のところはね。
東京は車なくても生活できる。まあ確かに東京はさ、どちらかというと電車だよね。地下鉄とか電車だよね、移動は。うん、東京さ、逆にさ、どういう方が車に乗ってる、生活してるんだろう。免許は身分証明書に、身分証明書にしか使ってない。ああ便利ですね。安全運転で頑張ります。あやちゃんってさ、普段乗るのじゃないね。今日撮ったんやもんね。今日撮ったちもんね。これから乗るのかな。ガルエルガさん、カナルカナマサヤ、サロンの口をからみ、サロンのツイッターのショールもフォローミーン。大阪も電車、確かに確かに、都会はね、大体電車ですよね。関東来たら車の必要性なくなる。あー、逆に車に乗るのが難しそう。うん。なおぼさんかな。こんばんは、宮崎県代表のえみさらのです。ぜひぜひツイッターもショールームも終わらせてください。乗る？宮崎旅行の時にレンタカー借りてるでしょ。お、素晴らしい。いろんなとこ行って。うん。ドライブ。サロンが10席乗ってくれるなら今すぐ車買いに行こう。本当に本当に乗ります。うん。 You are cute, so cute, thank you. 23区も場所によっては必要。なるほど。うん、宮崎はね、そう、車便利ですね。あれないとね。あ、とりあえずモアイさんに行かな、会いに行かなきゃ。そうだよそうだよそうだよ、会いに行ってきて。ちゃんとイスター島から来たモアイ像に、モアイ像。ブランコに乗って、ブランコにも乗ってね。で、宇都神宮で運玉投げてください。最高じゃん、最高じゃん。海一望してね、海鮮とか食べて。サーノンは10席ならどんな車がいいの。どんな車がいいの。大きい車。わかんない、どんな車。なんか大きい車に憧れありません、やっぱ。うん、駐車場代で5万高っ。23区じゃないから家族でさ、すごいね、3台も。今から家でもつ鍋とか。いいな、もつ鍋招待して。そう、ブランコあるよ。一緒に行く人も決まってる。誰？私？私？ん？ん？ん？私かな？外車。あー、外車。でも外車ってさ、ハンドル右左違くないですか？普通が右だよ。右ハンドルだよね。左だよね、多分。外車。一回ベンツとか試乗したいと思う。あー、いいね、それ試乗。いいね、いいね、かっこいいかも。ジープいいよね、わかる、かっこいいよね。でかいバン、バンってなんだっけ。うん。そうだよ、言ったじゃん。やった、楽しみにしてる。やった、行きたい、本当に。うん、本気で行きたい。
ゲレンデ、ゲレンデって何？日本仕様の会社ってことは右ハンドルってこと？ ドライブ行こう、連れてって、安全運転で。だだだ。そうそう、いいねいいね。47の、めっちゃ合うやん。素敵なあの街、いいね。駐車難しそう。駐車難しいよね、絶対。バック、ブーブーブーとかないね。って、演歌ですか。演歌、まあでも演歌が好きな方はね、演歌聞くんじゃない？注射簡単だよ。いや、難しそう。だってさ、注射が苦手って人がやっぱ多いじゃないですか。拳聞かせて。もし空のが10席乗ってて寝てたら叩き起こすけど、いや、ちょっと待って、ちょっとそれは、そこはね、気持ちよく寝かせてよ、起きるまで。 隣で歌ってもろうて。 演歌は歌えません。 夜ななら歌う、喜んで。ブン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 。ドライブいいね。ドライブ好き。助手席で寝てたらブランケットかけてあげる。優しいね、それは。それはいいと思うよ。それはいいと思う。ぐっすり眠れそうだわ。すごい、車のスタンプってこんなんあるんや。サーモンが助手席でぐっすり寝てるの想像できるわ、面白すぎる。何、リルとインスタライブどういうこと？ねえ、ドライブ楽しいよね。ドライブしたいわ。もう11分？じゃあもうそろそろね。車乗ったら寝る？あ、車乗ったらですか。私ね、長時間だったら寝るけど、短時間だったら寝ろ。なんかね、結構外見るのが好きなタイプやから、結構窓の外見てるかな。普通に前見てる。あまりにも長時間だとやっぱ寝るよ。1時間経ったあたりぐらいから寝るかな。みんなご飯食べよう。すごい、コラボ配信しようって、すごいね。外見るの好きなのから、いいよね。なんかさ、私、川とか海とか、そういうなんか自然がいっぱいのところを通るときに、外見るのがめっちゃ好きで。そう、風も心地よいし。ね、わかる。喋るときはめっちゃ喋って、
外見るときはもう外で黄昏れる。うん、ですかね。それかもう音楽流れてるときは歌ってますね。川とか海とか山とかモアイとかそういうこと。モアイ像も入れてくれた。確かにいいですね。カツカレー、今日カツカレー、ちょっと私のもついでよ。うん、ね、運転中に黄昏よ。運転中はダメやね。あの、私が助手席に乗るから、助手席に乗ってる私が黄昏れときますね。うん、運転に集中して。うん、いいな、ドライブ、ドライブいいな、憧れる。うん、でもなんか免許取ってるお友達の車とか乗って一緒にお買い物行ったりはする。うん、エクボカン嬉しい。ああーそうだった。何があった。怖くないって、うん、なんか運転上手。なんかさ、でも怖い子もいた、おったけど、みんなね、もう何年 ?2 年ぐらい経つのかな。どんどん上手くなってるね、やっぱ。うん、助手席に乗せてやって面白い。危ない危ない。二種免許あるから大丈夫。二種免許、すごいね。やばい、できちゃった。できるんだよね、私。ここにホロセってわかる？私よく眉のちっところにできるんだけど、それがここにできたのびっくりだな。ニキビとかじゃなくて、なんかね、じんまんしん一時的にできるんですよ。ハンバーグ師匠さん、美味しそうな名前、ありがとうございます。できたって聞いたの久しぶり。そう、これ絶対今から大きくなる。ちょっとランキング読んでいいですか。これ絶対今からこれぐらいの大きさになると思う。わかんないけど、眉にできるとき、眉の上にできるときめっちゃでかくなるの。これぐらいの大きさ、うんうん、幅これくらいの大きさになってするから、なんかね、かゆいんだよね。かゆいのかな、痛いのかな、なんかなんともないけど、なんか違和感あるんだよね。そう、前よく言ってた。そうそう、あ、餃子のぶちさんだ、やっほーよし、触ったらもう大きくなるって言うんですけど、触っちゃいますよね。ランキングやもっか。だってもう目立ってきてるもんね、これ。13位、ピケさん、初めて呼ぶ方が多い、嬉しい、ありがとうございます。12位、703、ありがとうございます。11位、ひでとさん、ありがとうございます。10位、ユーアットマークズッキーナイトもレミグミさん、ありがとうございます。9位、アットあ9位ギャラスアットマーク7レンジャー空のファーファー方言エクボガカリさん、ありがとうございます。8位、ソーセイオー、読み方合ってるかな、シャドームーンさん、ありがとうございます。7位、カズニさん、ありがとうございます。6位、シナットマクさん、大好き、エイトの日楽しみ、待ってね。昼夜行きます、ドハンデ、お、嬉しい、ありがとうございます。5位、ピンクカメオさん、ありがとうございます。4位、スヌポンさん、ありがとうございます。3位カラスのカーコーさん、ありがとうございます。2位ヤス1983さん、ありがとうございます。
1、ドマさんでした。ありがとうございます。全然気づか、本当に徐々にね大きくなっていってる。ここわかるでしょ、これニキビでもなんでもないんですよ。ホロセです。使って免許いっぱいあるから1個あげる。本当に使ってない免許ってこと？マグダンス、何の免許持っちゃった？じゃあ、何の免許持っちゃう？私が選ぶ欲しい免許、何持っちゃう？すごい、5000人見てくれて嬉しい、ありがとうございます。何の免許かな、ちょっと私の何かの免許と交換する。大型二種、大型二種、大型二種って何？大型二輪じゃなくて二種。他は？欲張り。触っちゃダメね、そうだよね。もうだいぶ大きいよね。だいぶ大きいね。だいぶ大きいね。びっくりしたよ。隠しとこう。普通二輪。バス。え、待って、バスの運転手さんなの？すごくない？マグダンさん、ちょっとバス旅行行こうよ、みんなで。すっごい。住所バレる、どういうこと？あ、もらったらってことね。その方の書いてるからってこと？免許持ってるだけ？すごいね、バス超大型が運転できるってことでしょ。すごいね、すごい。運転線とバスってことは、マグタンさんバスの運転手さんになれるってことだよね。道を覚えたら。マグタンさん天才じゃん、すごい。バスも持ってるんや。でもバスはな、大変そうだからな。佐野市でバスツアー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、してくださいぜひ。マグタンさんの運転で私も行きたい。でも、うん、よし、じゃあね、都に就職します面白い、うん、はい、それでは皆さん今日もありがとうございました。もう一枚ずつ、めっちゃ大きくなってる、うん、車の免許に使ってないのないってのはないよ。持ってる免許全部乗ってるから。なるほど。なるほど。わかんないけど、なんとなくわかったはい、それでは皆さん今日も見てくれてありがとうございました。ちょっとここめっちゃ目立って